それでは早川選手にお話を伺っていきます。初の特別 G1 制覇となりましたが、改めてお気持ちをお聞かせください。はい、初のプレミア取れました。本当に嬉しい気持ちです。はい、優勝戦は青山選手との激しいトップ争いを繰り広げられました。青山選手を追っている時の心境というのはいかがでしたか？はい、そうですね、最初ちょっと離れされ気味だったんですけれども、周回も8周回ありましたし、近づいていれば、チャンスがいつか来るのかなと思う気持ちという気持ちで走ってました。伊勢崎以外でのグレードレースの連続優勝、Qプロ杯の優勝から何か気持ちの変化はありましたか？はい、今年はあの地元のグランプリとムーンライトちょっと活躍できずに終わってしまったので、本当にこうやって他場で活躍できたことは嬉しく思ってます。やはり自信にもつながりましたか？そうですね、あの他場で活躍できることが今までほぼなかったので本当嬉しいです。プレミアムカップでも完全優勝と、Qプロ杯あたりから良くなっているようですが、要因は何だと思いますか？まあ、エンジン自体が安定して、Qプロの時は小音でフィーリングも違ったんですけれども、エンジン自体の良さがずっと続いている感じですね。G1、特別 G1 と着実にステップアップをしています。次はいよいよ SG タイトルを期待しているファンの方も多いと思いますが。はい、そうですね、プレミアカップ優勝できたからにはさらに上のレース活躍できるように頑張っていきたいです。はい、それでは応援しているファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、プレミアカップ優勝できることができました。これからも、厳しいレース続くと思いますが、精一杯頑張っていいレースできるように、励んでいきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。見事特別 G1 プレミアムカップで優勝しました早川誠太郎選手でした。ありがとうございました。